中に窒素とアイスコーヒーが入ってて、ああなるほど、また違う、そうですね、この泡がクリーミーな感じで、これで、おお、窒素でも一応こうやって5種類、4種類用意してるんですけども、ここは豆を一回湯洗いして、そこからハンドピックして焙煎します。でそれで、あ、こういう風に加工したやつ、コーラがまっすぐなんですけど割れたやつ、またその新世界なにわ区に来てます。本当ちょっとしたそのエリアというか、もうね、西成区かと思ったけど、もう歩いてね10分ぐらいですぐ西成のアイリン地区行けるぐらいの距離ですから、ちょっと驚きました。なんかやっぱりディープスポットな気配がねするんですけど、岡山でいう宝冠町みたいなちょっと雰囲気が間違いないです。でもちょっとなんかこれから発展していくのかなじゃないですけど、若い力をね、入れていこうかっていうような、雰囲気はありますね。なんだこれは、もありさんの、なんだろうね、お前さんのポスターね、こっちも白バイとかね、なんですかね、あそこだけ光ってるとか、まあ左右に光ってるんですけど、こちらとも、一つ目が、なんか外に服とか出してますけど、これ結構新世界ディープな場所です。たこ焼き屋さんなんだここセルフ、あ、セルフなんだ、今日はここで、いろいろと各種メニューが、あるわけですけど、理科の実験のようなね感じで、なんかすごい、なんかありますね。これも焙煎体験と講習をねやってるということで、去年の10月からこの新世界でオープンさせてもらったんですけども、ここガラスとコーヒー両方作っていて、ダブル火遊びと僕は勝手に言ってて、両方とも火使うので、はい、そのワークショップ一応体験もできるっていうお店なので、はい、ガラスの体験とコーヒーの体験両方できるお店です。で豆も一応こうやって5種類4種類用意してるんですけども、僕は豆を一回湯洗いして、そこからハンドピックして焙煎します。でそういうこだわった豆もあるので、
エチオピアのホットコーヒー。ホットコーヒーだよ。ニクラスもこういう風に加工したやつ。コーラってまっすぐなんですけど、割れたやつ。ああ、ここもやっぱり修復してん。ああ、この傾いてるというかなってんのも、はい、やっぱりその理由があって、まあ、こうした方が面白いから。ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはいはい、ね、楽しみながら味も楽しんでもらおうっていう。ああ、なるほど。あ、でもこの曲がり具合がちょうど持ちやすい、うん、ね、苦いんで、このピーナッツがちょっと黒糖を絡めた、はい、自分でこれも手作りしたり、ね、手作りで、はい、ちょうどいい感じで、はい、うん、で、これ北斗ということで、はい、はい、うん、あ、ちょうどいいですね、黒糖も、はい、うん、甘さもそんなに甘ったるいって感じじゃないので、うん、ですね、はい、うん、これはチーズコーン、チッソとアイスコーヒーが入ってて、あー、なるほど、また違う。そうですね、この泡がクリーミーな感じでまろやかなんですね。この泡ってのがチッソ、チッソですね。あー、なるほど。チッソタンクが入ってて、1回使い捨ての、あー、なるほど。この下にあったんで、はい、なんか何かなと。そうです、でこんな感じなんです。やっぱこれ飲んだら窒素なんで声変わってしまうんですね。変わらないんです。まろやかで飲みやすい、ブラックコーヒーとか苦手な人でも飲みやすい。泡が滑らかで甘みも感じるっていう。はい、よかった飲んで。あ、本ですか。はい、ちょっといただきます。じゃあいただきます。どうぞ。窒素アイスコーヒーということで、ニトロコーヒー、ニトロコーヒー、はい、いただきます。どうぞ。もうなんか味がそんなに思ったより苦くはないですね。そうですね、消えてるんですか、窒素の、窒素でだいぶ。そうですね、あとすっきりしてる。すっきりしますね、はい。アルコールが飲めるんでしたら、オリバのリキュールと合わせてもらうといいです。あー、なるほどね、はい、そういう感じで。これで、おいただきます。ちょっとまだ明るいですけど、今の時間からお酒いただきます。あ、確かにまだ苦いですけど、はい、もちろんそのでもまたその味がマイルドになるというか、やっぱこのゴディバの力 で、 そうです、ね、これゴディバ入れてなんか味変わるのかなと思ったんですけど、はい、けどその苦味はいい感じでまだ残って、はい、ね、コーヒー本来の味が残ったままちょっと甘みとチョコレートの風味と、はい、というわけで今日はありがとうございます。もう通天閣の真横かな、この通天閣真っ直ぐ行ったらね、まあ、詳しくはその、概要欄にある、住所をね見て、来てみてください。はい、というわけで今日はこれで、終わろうかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。